許してね。運動後だからさ、よろしくお願いします。そう、昨日ね寝落ちしちゃってね、できなかったんだ、ごめん。あ、オンライン舞台挨拶ありがとうございました、昨日。はい、チェキとかもね頼んでくださった方とかありがとうございました、本当に、心込めて書きましたので、ぜひ届くのをお楽しみにしててください。公開は、前編の公開は10月の18日金曜日ですねとなってます。よろしくお願いします。 YouTube で公開されます。そう、あと告知すると、撮影会が、10月の14日と10月の20日にあります。どっちも受付中で、14日の方は1部から4部の仮撮が空いてて、20日は、ありがとうございます、この前埋まったんですね、3部と4部が埋まってて、その他の1だから125が空いてます。125部の考察が空いてます。10月の20日は、コスプレをします。どういう衣装を着るかっていうのは私のポストを見てくれると早いと思います。インスタのストーリーは多分消えちゃってると思うのでポストを見てください。コスプレです。キョンシー風のとな、あれはなんだろうな、ちょっとなナースさんなのかなちょっとあんま分かってないんですけどなんか可愛いやつ着ます。とりあえずマリームーンさんのですね。どっち見たいかは私が用意するわけじゃないんで、用意は全然あれなんですけど、早めに知れると嬉しいので。そう、キョンシー風可愛いよね、あれなんか猫耳みたいなのついてるんですよ。たまにねちょっとでも部品がないことがあるので、もしかしたら可能性でない可能性もあるんですけど、猫耳がそれはご愛嬌みたいな感じでよろしくお願いいたします。ね、もし備品がなかった場合は何か別のねものをつけるので、リボンとか、はい、対応はいたしますので。ビジュイかわいい、こんばんはありがとう。すっぴんだよ今、口は塗った、だからすっぴんじゃないね、嘘です、ほら吹いてますね、カラコンはしてるし、カラコンしてて口紅塗ってたらすっぴんじゃないよね。猫耳は備品、まあ備品じゃないですか、カチューシャとかそういうのって。私のおすすめはキョンシー風をおすすめします。2着まで選べるって言われたので、運営の方に、で2着選んだんですけど、全然あの人があっち選びそうだから俺はこっちにした方がいいよなとかは全然思わないでください。みんな優しいから、そうやってなんか心理戦を始めるんですけど、全然心理戦始めないでください。自分が己が見たい方を存分に選んでくださいね、全然大丈夫だからカラコンリップくらいならすっぴんやろ、優しいね。なんか男性ってさ、カラコンとリップしてるならすっぴんじゃないよねとか言うこと思った。だからカラコンしてるとすっぴんじゃないって言うじゃないですか。あれも私ちょっとね賛同できないんですよね。カラコンはだってコンタクトやで、
カラーコンタクトだからねっていう何のね、まあこの時代厳しいですからね、そういうルッキズムみたいなのには何の話これ。あ、そうで、コスプレの話だの、本当にくどいんですけど、しつこく言うんですけど、あの本当に誰々があっちを選びそうだから、写真撮る人いなさそうだから、俺はこっちを選んだ方がいいだろうみたいな、あの優しい嘘みたいなのはしなくて大丈夫です、本当にあの本当に見たい方を選んで、私のおすすめはキョンシー風をおすすめしてますけれども、どっちでも大丈夫です。カラコンも市民権得てきましたな。まあ確かに昔は結構厳しかったよね、カラコンしてるの悪みたいなあったもんね、風潮が。だって今ってね、あ、青いカラコンとかしてる方とか普通にいるし、青いカラコンなんてみたいなあったもんね、昔昔すごい年を感じちゃった今、なんか気分落ちたわ、その時代を知っちゃったみたいなさ。ちょっとリアルガチに落ちちゃった今。なんだろう、別にね、おじさんの前で年の話やめてもろて、ごめんなさい、本当にすみませんでした。そういうこと言われると元気が出ますね。アイドルはみんなカラコンつけてますからね。まあそうよね、普通に、だってそれが普通っていうかさ、女子でカラコンつけてない子ってあんまりいないんじゃないかしらって思うんですよね。別にだからとて裸眼なのが悪いとかではないですよ、裸眼も素敵。でも私はどっちにしろコンタクトつけないと見えないから、そう、メガネだとね落ちてくるから私あんま好きじゃなくて、そう、だってメガネはいいんですけど、全然さ、あとなんかコンタクトの方が視力良くなる気がする、てか なんだ見え方が良くなる、あ、それはあれかもしれないんですけど、プラシーボみたいな。髪色もアクセサリーとかも本人の自由でええねん確かにね、優しいね、アクセサリーね、よく全部の指にさ指輪つけてる湯婆婆みたいな方いらっしゃるけどね、それも全然自由ですからね。てかさ、ショールームではバレてないんですけど、じゃあ言うなよって感じなんですけどね、なんかニキビできたの、ほんとムカつくよね。だって私さ今本気でいい食事をしてて、まあ、食事っていうレベルの食事ではないんですけど、なんか犬の鳥の餌みたいなの食べてるんですけど、だから、でもビタミン取り始めたの私、ちゃんとビタミン剤、あのビタミン剤そう取り始めたのにさ、そう、だから何、ビタミン溢れたってこと、ムカつく。なんかね近寄ると多分見える気がするんだよね今、あーここら辺ってこと、なんかくぼみみたいになるじゃないですか、触っちゃダメ。そう、なんかシャってできてるじゃん、なんか線みたいなのが、これちょっと今隠してる、これだけはなんかあの見栄え悪いと思って。ハートありがとう。そう、てか口紅濃かったね、ごめんねちょっと気合い入れすぎちゃった。なんだろうな、本当に原因が分かんない。あ、化粧したまま寝た。
それかも。え、でも私肌にすごくいい化粧品を使ってるんですよ。なんかビーガンオーガニックみたいなさやつ使ってるのに、まあだからとて寝るのは良くないってことです。化粧したままね。元気なみやびちゃん見れるのが一番ありがたい。めっちゃ元気ですよ。風邪とかも全然ひいてないし。ごめん、今消化の音で鳴ったの。そう、全然風邪っ引きとかもないですね。逆に調子いいよ、体、身体、いや心も調子いいけど、そう、めっちゃやむとかも言うてそんななかった気がする。あったかも、そこは嘘ね。いやでも風邪はひいてないっすよ、全然めっちゃ元気。まあでもね、季節の変わり目ですからね、今みんなも気をつけましょうね、風邪には。てか今日私さ、あら、3連休だと思ったら体調いまいち？あら、梅干しとか食べな。梅干しをさ、何するといいんだっけ。蜂蜜の梅干しのがいいって聞くよね。いいっていうか、あの喉に良さそう。蜂蜜入ってるし、なんか梅干しでもなんかね、表記が裏の表記あるじゃないですか、添加物だのうんぬんの表記のところ、あそこに梅干しだけって書いて、梅干ししか書いてないやつが本来の梅干しらしくてっていうのを買った方がいいらしい。酸っぱいの苦手？じゃあ蜂蜜入りの買えばいいよ。てか蜂蜜舐めたらいいのか、だったらね、牛乳にさ蜂蜜みたいな。てか次の撮影会で話せないと思うから言っちゃうんですけど、コーペンちゃんの画像送ってくれるの好きです、ありがとうねあんまり個人の話するのってさ、ショールームで良くないのかなって思うんですけど、あれ嬉しいですてか蜂蜜って美味しいよね、普通にね。私そう最近ヨーグルト食べてて、蜂蜜ヨーグルト好きってだけね、美味しい。あれそう、でも体の調子ほんと良くて、そう4日ぐらいでね、これ誤差あると思うんですけど、全然体脂肪とかもめっちゃ落とせたんですよ。どれぐらい落とせたかっていうのは言わないんですけど、今日もねめっちゃ歩いたの、9303歩歩いてる、約 6.512キロ歩いてるらしいです。で250カロリー消費してる。
いい出来ですね。眉毛がかゆい。今見たら今日ゼロ歩やった？それはおかしくない？絶対それ携帯いじってないだけだよ。ねえ。ゼロ歩はないやろ。だって今さ、私のショールーム見るために立ち上がったりしない？え、ベッドから椅子に移動とかさ、それはないよ。ね、携帯持ってないだけ。5歩ぐらいは歩いてるよ。もう私さ、でもそういうので思うけどさ、病気でさ携帯持ってないと不安なのすごく。だからなんだろう、ヨガ中とか、あ、そうで今日ホットヨガ行ってさ、ピラティスも行ってさ、パーソナルカーも行ってさ、あとチョコサップ行ったらコンプリートなの。でもなんかさすがに疲れちゃった。そう、え、でも筋トレはするけどね、家でのタクトレ。なんかタクトレしないとさ不安な感じになってきちゃったの。てかタクトレした後のプロテイン飲む時間が好き、とても。あのなんかね、私なんかなんて言えばいいの、富豪みたいなことをしてて、なんかさ、富豪って私の中の勝手なイメージで、なんかお風呂でお酒を飲むみたいなイメージがあるんですよ。で私お風呂湯船でプロテイン飲んでて、その時間がとても好きなわけよ。なんか一日頑張ったべーって思う。だから今自分富豪だし頑張ったっていう、自分を褒めることって私あんまりしないから、多分自分には甘いんですけど、あんまり褒めるっていうことをしないの。だからすごくいい時間だと思うんですよ。多分セロトニンみたいな出てる幸せホルモンみたいな。湯船でプロテイン美味しいよ。しかもね、私がね前ハマってた最近飲んでなかったティラミス味のプロテインを最近また飲んでるんですよ。ここ3日ぐらいの話、最近、ほんと最近。美味しい、やっぱ最高。ティラミスって美味しいね。なんか甘いものとかさ全然食べてないからさ、本当にティラミスの味がするの。でも出来が良くて、で出来がいい、上から。プロテインのボトルキープしてそう、してるねきっとね、いつもの。でもね、お風呂でねあんまり冷たいもの飲むのって良くないらしいよね。なんか心臓とかがびっくりしちゃうらしい。まあ、冷たすぎるものね。だからそのお風呂でお酒っていうのは本当は良くないらしいですよね。あのお酒って酔うしさ、それで寝落ちとかしてさ、そういう最悪な事態とかもあるらしいから、あんま良くないらしいんですけど、まあプロテインだからええやろと思って、酔うとかもないしさ、そんなめちゃ冷たいやつ飲んでるわけでもないので、冷やしてるとかしないし。まあみんなには分からんか、みんなお風呂入らんからな。お風呂でお酒は熱かん？あんま分かんないんだよねお酒本当に。熱かんね、読めた読めた読めたけどあんま分かんない。日本酒とかってこと？あの瓶みたいなやつ。白いさ瓶っていうか牛乳瓶真っ白にしたみたいなやつ。読めない。何に入れて温める？
とっくり、へえ、読めたけどわざとね。はい。でも私さ、温かい飲み物が本当に好きじゃなくてさ、だから多分それ多分私好きじゃないわ、飲めないと思う。あと苦いの苦手だから、お酒にしても。そうだから私スタバとかもし行ったとしてもさ、ホットドリンクとか冬でも頼まないんですよ。そう、暑くない？だって猫舌じゃないの全然。でもなんかさ、私一気に飲みたいんですよ、喉乾いてるからカフェとかに行くわけで。そう、でも体のことを気遣ってね、お水とかは常温にしてる、お茶とか。だから自分今めっちゃ汗臭いわ、思った、なんか匂うなと思ったの。でもゴミ袋とかさないしさと思って部屋、最悪、本当にお風呂入んなきゃ。いや入るんですけど、全然入るけどさ、うん、夢ないね、汗臭いとか。仕方ない、そんなさ、だってそんな動いたら汗の匂いはするよ。匂うのって言い方。匂います、すみませんでした、公害です、歩く公害。普段はねフローラルな香りなんでね。そんなこと言ったらおじさんどうするってコメントしづら。それ答えたら炎上するやつや、やめてくれ。何も言わん、言えん。ね、切り抜かれて炎上するやつです。もうそのコメントを読まなかった方がいいんちゃうかとかすら思う。この時代ね、言えないっていうのもちょっと、あら、あーね、まあいろいろあります、この時代は。まあ夏なのでまだ、うんっていうのもねありますよ、全然。うんね、季節の変わり目、夏、全然今日も暑かったし、はい、はい、そうですね。ショールームやめますか。はい、捉え方は人それぞれです、多様性。うん、多様性って便利だなって。私の脳内の読み取りやめてくださいよ、今そう思ってた。多様性って言葉便利だなと思って。多様性、てか待って、今何分だ、ちょっとさ今日度数合ってないカラコンつけてるからさ全然さ見えなくて。26分ね、これそう今思った、X でバズってるさ、皆さんアレン様って知ってますか？まずご存知ですか？アレン様っていう方がまあいらっしゃるんですよ。
あのタレントさんっていうか、まあいらっしゃって、その方の画像みたいなのがすごくバズってるんですね。ある画像がすごい炎上とかそういうのでもなくて、逆にすごいっていうので有名になってて、なんかこの方の我が妻ゆりかさんもポストしてた、そのことについて。でも私我が妻さん好きだからさ、勝手にっていうかいろいろ見てるんだけど、あ、時間ありがとね。そう、あのこの画像にすると、この画像を待ち受けにするととても運気が上がるみたいな、まああるじゃないですか、そういうなんかあの金色の竜みたいなのとかもさあるじゃないですか、よくあるね、まあ、あのタイプのなんか名刺みたいなやつがありまして、ポストが。で私それを待ち受けにしてるんですよ今、あのちょっとでも運気を上げたくて。あ、見た？あ、そうそう、美輪さんみたいなさ、そういう感じのタイプのポストっていうか、まああのあれですね、ちょっとスピリチュアルっていうかさ、まあそんな感じのがあって、私それにしてるの本当に。でもこれリアルガチに私運気上がってます。何がとかは言えないけど、でもとても上がってます。でもさ、なんか引き寄せの法則とかも言うじゃないですか、なんか引き寄せの法則みたいなの流行ったじゃないですか。でそれさ、ノートに書くと引き寄せたいことをあの叶うとかって言うじゃないですか、それが引き寄せの法則って言うんですけど、なんかでもそれって実際なんでそう叶うかっていうと、なんかそれを実行するために頑張ろうって、なんか無意識に努力するかららしいんですよ。で叶うみたいな、近づくからみたいな言うらしいんですね。まあ確かにと思ったんですけど、そう、長野みやびさんの画像は運気上がりますか？上がります。最新の方がいいね、最新の画像の方がどんどん運気上がる。あ、そう、レコーディングダイエットみたいな、そんな感じです。今運気上げたいから変えよう。変えな、多分あの出回ってると思うんで、アレン様待ち受けとかで調べたら出てくると思う。そう、パッと携帯見て思った、時間見てさ、でも本当にそうなの、本当にこの待ち受けになんかここまで言うとさ本当に桜みたいな感じなんですけど、この画像にした、もう待ち受け、嘘でしょ。あ、何、どっちが私まあまあどっちでもいいですよ半分半分にしたら、じゃあ、あのレコーディングじゃなくてコラージュしてさ何のコンビやねんってなるけど、見た人ね。でも確かに今思った、3回見たら死ぬやってあるじゃないですかあれたまにさ3個並べてる画像とかありますけどさ、ありますけどさって日本語おかしいですね、あるけどさ、あれみたいな感じで運気上がる画像を全部コラージュしたらめっちゃ上がるんでは、天才じゃないですか今私。ちょっと運動しまくってるからアドレナリンが出てて天才になってるんだと思う。あ、私どの画像だろう、知りたい。ちなみに私はね、その3回見たら死ぬ絵コラージュされてるやつね、あの一度に見たんで、あのね実質ね5回くらいは死んでる、その法則でいくと5回以上かなは死んでます。私あげギャルが出たね急に。なるまもどうも。あれね、運動しまくりとはいいですね、そりゃいいことですよ本気で。なかなかねやろう、なんか本当にでも
これもネット情報とかなんですけど、1秒でも動き出すとやる気が上がるっていうじゃないですか。でもこれ本当にそうで、なんかまあだるいけどやろうかなみたいな気になるんですよ。多分でさ、そう話戻すけど、そういうさ運気が上がる画像とかを待ち受けにしてると、多分あの無意識にね本当に行動するんでしょうね。行動ってか意識しちゃう、意識をしちゃうんでしょうかね。ちょっと舞台期間じゃないからさ、あのダルダルなんですよ。人類とは喋ってるけど、あの稽古みたいなことしてないからさ、滑舌が悪い。ウォーキングで精一杯、いやー偉いでしょそれは。ウォーキング偉いよ。普通っていうか、普通だと思っちゃダメだよそれを。偉いです。最近で一番の神やったの。いや本当にそう、もう終わって気が抜けてるこの前舞台終わったからさ。お元気ですか？元気です。でまあそうで、モチベが上がるんでしょうね、気分がね。無意識ってすごいですよね。脳ってすごいなって思う。ハートとか星ありがとう。あ、でそう時間見た理由ね、何分に終わろうかなって思ったんですよ。もうすぐ9時なんだもんね。早いね。45分になったら一旦読もうかしらね、壇上。うん、足がしびれてる。ヨガマットの上にいるからさ、そうこのあと筋トレをするためにねヨガマットを引いてるんですけど、だから動くとすごく音が、やる気だね。いや本当にやる気だよ。まあそんなめっちゃはしないけど、1時間とかさいつもしてるけど、言うて今日はあんまりしないと思う。なんかあの胃が痛い、ちょっと動きすぎて。あとなんかあのカフェインを運動前に取るといいっていうじゃないですか、コーヒーとかね。だから空腹でコーヒー飲んじゃったからさ、ちょっとそれの影響で胃が痛いからあんま長くはやんない。胃薬飲んだけど若干まだね、本当に若干痛い、胃が痛い。そう、なんで笑ってんねん、胃が痛いのってええやろ別に言うくはないか何でも、でもなんで笑ってんねん人の不幸を。人の不幸は蜜の味ってか。まああんま無理すんな、飴と餅やな。甘い。いやいいね、甘いもの食べたいな。モンブランとか食べたい、今の季節だし。かぼちゃ系って言うんですか、芋系。おお、どうも。あったんだモンブラン。ごち。モンブラン好き、わかる。
味しいよね。お芋系のスイーツとか私好きです。あ、でもね、苦手なのがあって、さつまりこですっけ、じゃがりこのさつまいもバージョンみたいなの、あれだけはねちょっと私苦手なんですよ。なんかちょっとね本当にうーんって思っちゃう。なんか食べろって言われたら全然食べれるけどっていう感じ。何、栗の木テラスのモンブラン、なんですかそれ、東京、すごいおしゃれそうな名前。細いモンブラン食べたい。細いモンブラン、あの上に乗ってる門の部分とってこと、門の部分って、あの、ま、巻かれてる方。上が門、あれか、生絞りモンブランみたいなこと、門の部分、あの巻かれてる部分のことです。お芋みたいなので、あの土台のねタルトっていうかケーキがブランですね。そうです、下がケーキ生地がブラン、練りが細い、そういうことか。あ、そうそう、モンブランの巻かれてる紐状のねもののことを言ってます。わかる。でもねそれ細いのね、いいよね、その場で絞ってくれるみたいなやつ。私それ経験したことなくてさ、食べてみたいんだよね。でも終わっちゃうよね、もうすぐね、12月、うん、嘘、11月だよもうすぐ。え、嘘、でももうすぐ11月、気持ち悪い、嘘でしょ、気持ち悪さを感じてしまう。なんかもうもはやまだ9月の気分だもん。私口悪かったり今気性って言ってたよ。今年も終わるとか嘘でしょ、無理すぎる。でも私さ、なんか分かる方いるかな、あの年末の雰囲気あんま好きじゃなくてさ、なんかくっちゃねゴロゴロみたいな雰囲気が多分好きじゃないの。あの、なんでかっていうと、多分なんですけど、私予定詰め込まなきゃなんかそわそわしちゃうんですよ。だからあんまり好きじゃないのかも。ちょっとしたら年末って言葉はもう吐き気しちゃうね。慌てて来年の手帳買った？嘘でしょ、そんな、ええー、もう今もうね、私はアイドルなんで、あの吐くとかはしないんですけど、しないっていうか、まあできないんですけどね、しそうになりましたよ全然。あ、わかる？年末年始の雰囲気好きじゃないの。なんかさ、終わっちゃう感も嫌なのかな？ね。その1年が終わってしまうって、まあいいことでもあると思うんですけど、なんか嫌なの。なんか寂しさも感じてしまうのかな。最近よく山に入るけど、栗めっちゃ落ちてる。どうして山入ってるん？登山趣味とか？ゴロゴロ大好き。まあそれはね、いいこと全然本当。仕事？何？キノコとか取るってこと？ちいかわやん。一人ごつ。イノシシの足跡めっちゃある、危な。普通に気をつけてください。いやーってそれこそ。できれば年末年始も普通に働いていたい。わかる。だから私さ、カウントダウンとかさ、仕事入ってるとめっちゃ嬉しくてさ、そう
でもなんか嫌な部分もあって、カウントダウンのぶっちゃけ変わる瞬間をもう普通に過ごしたいの私は。なんか1年が多分終わってしまうっていうのが寂しくて、なんかみんなと過ごせるとかそういうの嬉しいんだけどっていうジレンマ。冬眠前のクマにも注意。確かに今の時期ってそうじゃないですか。なんか山から降りてきちゃうとかあるのかも。あの気温の関係とかで気をつけ。なんか鈴が良くないんだけども、まあ調べてネットで。それこそクマいない。いやそういうこと言ってると危ないから。本気で自分の身を守れるのは自分だけです。はい、うちの裏の山にも炊きたてご飯の湧き所欲しいです。あ、よく分かってますね、ちいかわを。いいよねあれね、炊きたてのご飯がさすぐそこにあるとかさ、お腹痛くなったら木の実食べるとか、まあ、それはあんまりしたくないかな。普通にお薬飲みたいけど、いいですよね。あ、モンブランごちね、ふりかけご飯とか食べたいな。のりたま、のりたま、うわきつー。でもご飯ないしな、うちも。めっちゃ想像した今。ちいか嫁さんも自分もハマってます。いいね、すごい平和。じゃあパジャマパーティーズとか好き？お腹空いてきました。わかる、だってまだ9時だもんね。言うてさまだ8時だもんね今はね。もうすぐ9時。え、お腹空いたな。私も言いたいの治ったし、胃薬さ1時間ぐらい前だいたいに飲んだから治ってきました。なのでお腹空きました。ロー行きたいね。わかる、みんなで行こう。みんなのおごりでロー行こう。コールもちゃんとねしようね。配信終わったら唐揚げ食べます。唐揚げか、いいね。でもなんか揚げ物だわ、ちょっと胃に来るかな。え、胃に来るかなってちょっと年嘘でしょ。パジャマパーティーズの歌好き。あ、うわわたくたくちゃおうだニンニク辛め、あ、じゃあ食べたいな。でも麺類ね私そこまでなんですよ。年の話はやめてね。わらがね一個なのがね、マジな感じを感じますごめんなさい、すみませんでした。ということで謝罪でね、締めさせていただこうと思います。壇上読みます。13位の方から。13位、菊池さん。12位和也さん。11位よしさん。10位、オーブオリジンさん。9位佐藤さん。8位チーさん。7位スルーさん。6位フルキャパさん。5位カードの人さん。4位快速特急さん。3位誠。2位白熊さん。1位は高雪でした。ありがとうございました。ごめんね、ちょっとカラコンさ度数合ってないから低いのつけてて近くなっちゃった。ありがとうございました。ということで、撮影会なども予約受付中なので、もしよかったらよろしくお願いします。じゃあお休みは早いか。みんなご飯食べてね。じゃあねー。